先パン屋寄ってから川口のこの方がいいかな。あ、じゃあそうしよう。の方がなんか買ってきそうだよね。オッケー、じゃあそうしましょう。輝いた世界、いつの間にかちょうど止まった。もうやめよ。でで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 。俺が顔出してってやつさ、顔出してめっちゃ変顔してたらえって言われて。富士急でーす。今日は行きません。行きたかったけど。富士急の人が見てたら悲しむよ。ごめんなさい。富士急バイバイ、ありがとう。 Love you。 ソフィー、ソフィー、パン屋さんもう少しだよ。パン見たらテンション上がるって。来ました、富士山到着です。富士山食パン、よし行こう。行きましょうか。あー、青いパン、テンション上がってるね。行きましょう、行きましょう。出てこい。はい、ということで到着、食パン専門店富士山に到着しました。ソフィアもう向かってる。行きましょうか。色合わせてきた、色合わせてきたでしょ、食パンに。ありがとうございます。最高、かわいい。もう中も外も富士山ゲット。富士頭しか見えてない。見えたら多分見える。そう、行こう。ということで河口湖に行く予定なんですけど、その前に河口湖の近くまでなんとか氷穴っていうやばそうな場所があるんで、そこを訪れたいと思います。後ろの行きましょう、行きましょう。はい、ということで到着です。到着です。とりあえず着いたんで、ここの後ろのおバカを起こして行きたいと思います。やりました、スターバックス。ありがとうございます。え結構大きかったよ今これおはよう。よだれ、湖着いたよ、行こう。うん、水見れたから、ね、アイスケーブ、アイスケーブ、It's アナ、アナ見に行きます。そう、アナと雪の女王行くよはい、ということでソフィーにはもうバレちゃったけど、鳴沢アイスケーブに到着しました。0度から4度らしいよ、寒さ。やだ、冷蔵庫じゃん。え、アマそれ大丈夫？いいよ、行こう。行く？うん、大丈夫です。よし、行こう。中の氷は天然記念物で、天の届く範囲にありますが、触ると溶かす原因となります。絶対触らないようにお願いをいたします。はい、じゃあチケットも閉まっちゃって、手を消毒いたしますのでね。はい。洞窟です。やばそう。足気をつけて。この靴で来たのは間違いだな。すごい。本当に寒くなってくるね。おー、寒い。もう寒い。もう寒い。激寒、足元滑りそうだしね。そう、気をつけて。洞窟です。痛い痛い、怖いよ、滑りそう。狭いじゃない。うんこ通り、うんこ通り。あ、狭い。やばい。何？何？見える？あ、やばい、ここ滑る、ここ滑る、ここ氷だ、これ氷だ、やばい。氷だもん、もう。It looks fucking crazy though。寒い。何それ？
イエー見て氷の池と自然の冷蔵庫見てベイベイベイナルアナトンネルもう全然覚えないとりあえずナルアナトンネルのミッションクリアしたんで続きまして次の目的地1回、まあちょっと1回決めようよ中でじゃあはいということで、はい、出発しましたソフィちゃんあおお大自然これで終わったと思うなよということで僕は今ツリーハウスの階段の途中にいますすごいすげえちょっとテンション上がるしかもミラーボールが置いてある謎の見たい頑張ってかわいいミラーボールが可愛い写真撮れました、こういうところの階段って基本の急だからでこれからちょっとアマちゃんの写真も撮ります行こう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 楽しいんだけどここ何ここヤンキー崖じゃんヤンキー崖あるじゃんあいいということで寝てたら着いたこれ山中湖だよなっていうねあでも山中湖よりちょっと手前かもしれんか山中湖だけど、まあ、とにかく一旦山中湖には着きましたこリアル白鳥ですかっけえ白鳥かっけえよ白鳥白鳥いすぎだろお疲れさん元気誰もくれないから確かにちょっとなんか悲しそう やっぱ暗いやつあ白鳥可愛かったねうん可愛かったしあれ可愛かったボーちょっと今は寒いからさ夏乗りに来ようよということでアマちゃんの超大切なカメラを取りに戻りに行こうえ多分ね上に置いたんよあそこの棚にでなんとなく見た覚えはあるよよっしゃ行こう戻ろう戻ろうあることを願いましょうなかったらなかったらもう帰ります悲しすぎでしょいやあるよあの家の人が回収してくれてる説もあるしねワンちゃん見つけやがったあいつあの野郎あよかったねほんまによかったねお兄さん家でも開かないんじゃないもんキンキンすぎてあー動いた動作は問題なしなオッケー多分永遠あそこに置いてあっただけだからそうかお騒がせしました行こうはいということで到着スターバックスです。休憩に入りましょう。ということで都会にはあんまりないこのドライブスルーができちゃうスターバックスです。ここはもう一点がストロベリーピンクメゾンホワイトモカですね。はい完璧です。完璧ですか。よかった。お待たせしました。最高です。ありがとうございます。はいということで山梨に来てもソフィちゃんはスターバックスで新作をトライするっていう基本的にやってることは東京と変わりません。これも東京と変わらんやってること。やめなさいあなた。やめなさい。どう？美味しいですね。これ今まで飲んだシーズナルで一番好きかもしれない。
くどくなさすぎて。全部初めてだよ、桜シフォンも桜ドーナツも。店員さんにめっちゃ言われたもん、何桜まみれですね。春が来た。そうか、あ、ready。うまいじゃないの。どう？おいしい。俺はシフォンケーキのが好き。でもドーナツめっちゃおいしい。1時間スタバでチルった後に気づくのはやばい。何何？え？もう3時間前のアメリカンドッグだよそれ。はい、ということで、今ねスターバックスに1時間ぐらい滞在してましてですね、そこで計画を練ってて結局めちゃくちゃいい案が浮かんで、はい、御殿場に向かいたいと思います。はい、アウトレットではございません。アウトレットはまた次回。とりあえず、御殿場のめちゃくちゃいい感じの11時までやってるカフェバーに行きたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。はい、では行きましょう。ハッピードリンクショー。最強のチルリスペース。ソフィア何したの？ペッパーマカパイス。めっちゃ結構辛いらしいね。楽しみだね。いや、僕とアマは違う豆の品種のコーヒーを頼みました。これがアイスのドリップブレンジです。お先に失礼します。おいしい。すごい飲みやすいよ。ほんとすごい飲みやすい。飲みやすい、飲みやすい。俺は大好き。これどうですか？おいしい。こっちの方が好きかも。こっちは口に入れた瞬間に味が来るね。ちょっと甘いね。うん、ちょっとマイルドさある。うん、全然違う。でも美味しい。ホットペッパー、あ、モカプレッソ。辛いの？辛い。美味しい？美味しい。 Like, wow, it's spicy. すごいこれ。うん。辛い。そういう感じなんだ。美味しいよね。うん。激辛ラーメンとかの辛さじゃない、全然。しかもそのサイズってのがちょうどいいかも。多すぎず。すごい美味しそう。最高です。この夜ご飯になりそう。最強に美味しいよ。ナイストリップでした。山梨ね、超ポテンシャルあるんで、また行きたいと思います。御殿場あたり、御殿場のアウトレットと、もっと山奥ね行きたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。動画ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。はい、チャンネル登録、グッド、いいね、チェックラ、ててて、ポンポンポン、終わり、バイバイ。バイバイ。